トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。4月28日日曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は晴れ、風はありません。暖かな日になりました。今日から若葉との社外を開始したいと思います。今日は最初の日なので出社口開けて、全部が全部出るとは限りませんけども、しばらく出社口を開けて若葉とお外に出して、一番この順次開始と初社外の日になります。鳩さん、おはようございます。今日の棚の上の1位はブラッククイーンですね。チャンピオンイクトリです。独身のメス馬と、こういう独身のメスが今までチャンピオンでよく帰ってきた鳩になります。出社口を開けて外に出てきました。請求は難波が外に出て今飛び上がったところです。外へ出た鳩たち、気持ちよさそうに飛んでますね。まだ4羽しか飛んでませんけども、1000キロレース行く後は飛び上がってくれてます。少ない羽数ですけども、出社直後の鳩たち元気よく高度を取りながら飛び始めてます。今日から若葉との社外を開始します。出社口はこのように開けまして、鳩たちが自由に外に出られるようになってます。ただ出社口から外に出るということを経験してませんから、請求のように出社口を開けてもさっと飛び出るわけじゃないですね。普段と少し、違うところから外が見えてるなっていうところで、鳩たちもちょっと戸惑い気味ですかね。若葉たちね、まだ自分の止まり木にいて様子見てる鳥もいます。出社口を開けまして外に出てきて、若葉との様子を見ているところです。出社口が開いてますので、若葉たち、少しずつのんびり外に出始めました。やはり怖いですね、外はね。なんか普段と違うな、周りがよく見えるなっていうところでしょうかね。これは屋根の上に行っている若葉たちですね。請求もいますけども、若葉と請求が屋根の上で、様子を見てます。今年のこの一番子たち、今日出したのが少し遅かったんですかね。割と羽ができていて、バタ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 こう飛ぶことが十分できますね。ちょっと出すの遅いのかななんて、そんな気持ちで眺めてます。15分ぐらい出社口開けっぱなしにしたんですけども、出ていかない鳩が8羽います。この鳩たちは無理に追い出すことをやめて、このまま厩舎の中に留めたいと思います。今日初社外をしましたのは24羽中16羽ですね。厩舎の中に入って無理な追い出しはせずに、若葉たちが自分で外に出たくなる気持ちを待ちたいと思います。明日は残っている8羽のうち何羽外に出てくれますか。あと今日外に出ましたこの16羽、スムーズな入社をしてほしいものです。社外開始から1時間が経過しました。請求たちも飛んだり降りたりしながら入社口の方に少しずつ寄ってきてますね。このハイサシのオス、これも1000キロ行く鳥ですね。手前のこの黒クマもこれも1000キロ、これ2羽まだ外でちょろちょろ遊んだんですね。若葉たちはこの請求たちの動きを見てますので、ああここから入るのかなってので、少しでも参考になってくれればいいなと思います。ただ後ろ向いてる鳥は全然わかんないですよね。請求のね動きを見てるとそれにくっついてきますんで、
やはりこう若葉との社外請求も一新させるっていうのも大事ですね。飛ばない習慣とかよそのうちの屋根のに止まってしまう習慣、こういう習慣は身につけてほしくないんですけども、入社するこういう経験は積み重ね見て、覚えてほしいなと思います。若葉たちが入社口の方に寄ってきましたので、少しこの入社口のところにトウモロコシを撒いて、食べてる様子を外の鳥が見えるようにしました。それを見ていて若葉たちとことこ入り始めましたね。やはり仲間が餌を食べてるそのシーンを見るというのは入社にとってはすごく大事ですね。まだ呼び込みはしてないです。ここでもうちょっと落ち着いてきたらば呼び込んで餌をあげたいなと思います。だいぶ入ってきましたね。おお、少しずつ下から上の方にこう入社口の方に寄ってきてますね。お腹空いてるのかな。やはりこの入社口のところで食べてる、これは最高ですね。最高の呼び込みになります。まだ3羽入らないですね。これは入社口のところのサッシに餌を置いて、外の鳥がここで餌を食べているのを見れるようにしているところですね。内側から撮影しています。まだ厩舎の中に入ってない鳥3羽いますので、みんな入るのにはもう少し時間がかかりそうです。今日の発射外で最後まで外にいたハイサチ、これが最後の鳥になります。これが入れば今日社外をしました若葉と16羽全球厩舎の中に入ることになります。思ったよりも今日の若葉との入社はスムーズですね。特に棒で追うこともなく、お、入ってくれました。これで完了です。餌をあげたいと思います。今日の若葉との発射外、あまり入社が良すぎてちょっと拍子抜け、社外するタイミングが遅くて厩舎の周りバタ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 飛んでたんですけども、その割には1時間経ってから餌を入社口のところに置き始めましたら入ってきてくれましたね。今日の入社あまりにもあっけないんで、びっくりしました。明日もこんな感じで入社してくれればいいですね。餌のあり方、朝は多く夕方は早めに少なめにということで、若葉との入社少しでも促せるような形の管理をしていきたいと思います。今日は若葉との発射外ということで相当緊張したんですけども、結果終わってみたらすごくあっけなく、入社してくれました。若葉との発射外無事終了ということになりました。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。